お前ら、俺様競馬チャンネルだ。俺様が人気者すぎて疲れていないか心配したよな。心配ありがとうな。だが、俺様は不死身だ。何があっても YouTube はやめない。ただ俺様は12月末までの G1 の予想で忙しいのだ。忙しい俺様が仕方ないから、お前らのために秋華賞の動画をまた出してやる。感謝しろよ。よし、今回の動画は秋華賞でステレンボッシュ、チェルビニア、クイーンズオークの3頭が来る確率、どれか1頭来る確率を教えてやる。俺様が独自に考えた確率だ。何も根拠なしだ。男らしいだろ。よし、お前ら全員俺様についてこい。まずステレンボッシュ、チェルビニア、クイーンズオークの3頭が馬圏内に来る確率は 32% だ。この3頭は当日も1番人気、2番人気、3番人気になるだろうが、この数字はかなり高いと言える。え、俺様、さすがにこの数字の根拠を出してくれ。仕方ないな。俺様独自の根拠を出してやる。ステレンボッシュが馬圏内になる確率は 90% だ。この確率は今までの馬圏内確率が 100%、 今回は一周迷い切りがいまいちだったためマイナス 10% で 90% だ。数学大好きアンチは黙っとけよ。チェルビニアが馬圏内に来る確率は 60% だ。この確率は今までの馬圏内確率が 80% 追い切りで、右回りの癖を克服できずマイナス 10%、 直前の長距離輸送でマイナス 10% で 60% だ。よし、全員納得したな。クイーンズオークが馬圏内に来る確率は 60% だ。この確率は今までの馬圏内確率が 66%。 前走よりメンバーレベルが上がるためマイナス 6% で 60% だ。そしてステレンボッシュとチェルビニアとクイーンズオークが3頭受ける確率は 90%×60%×60% で 32% だ。数学大好きアンチもこれで納得したな。つまり俺様は今回この3頭を中心に考えて馬券を買うが、完全に軸にするかどうかは迷っている。あと何頭かおまけで買いたい馬もいるが、それは最終結論で楽しみにしとけ。え、最終結論に引き伸ばしすぎてつまらない。お前ら俺様の優しさに気づけないやつばっかりだな。ちゃんとこの動画の中にヒントを残しているだろう。わからないやつはこんな短い動画なんだから自分で見つけ出せ。よし、今回のふざけた動画は以上だ。次はやっと最終結論解明の発表だ。楽しみにしとけ。じゃあな。